禁じ手は、スポーツ、ゲームなどにおいて、安全性、公平性を確保するために設定された、禁止事項のことである。分野によっては、禁止、反則とも呼ばれる。格闘的なスポーツに多く、別武しなど、主に受けた相手が試合後も障害が残る行為を、禁じ手にしている。サッカーでは危険行為全般を禁じ手としており、レッドカードを出されて、 即時退場処分になるなど重い処分が下される。プロ野球では、打者の頭部への恋のデッドボールなどが禁じ手とされている。バスケットボールでは、審判選手等への暴言暴力などの危険行為などが禁じ手とされている。大相撲の勝負規定では、以下の行為が禁止されている。握り拳で殴ること等発をつかむことめまたは、溝落ちなどの急所をつくこと領事を同時に了。 手のひらで貼ること全立密、全袋をつかみ、また横から指を入れて引くことなどをつかむこと胸、腹を蹴ること一死、二死を折り返すことこれらを実行すると自動的に反則負けとなる。相撲の地方巡業などでこれら具体的な禁じで反則が取り入れられた食切りが観客に紹介されている。引き技の流れの中で出てしまうこともある。曲げつかみ以外は、 実際に取り締まられることがほとんどない。2020年には指折りを疑う物言いがあったこと自体がニュースとなった。力士たちの道徳心や相撲を取り巻く価値観、いわゆる相撲道によって自主的に規制されている。ちなみに、大相撲の力士には相撲教習所では相撲道を含めた基本教育が施される。東京大学相撲部 OB で現部長。 法学者の日田一郎は、禁酒の少なさ、制約の緩さは、放火された、相撲規則の顕著な特徴であると指摘し、規則上は手治の関節儀はもとより、顔面への頭突き、膝、肘、手の平底による打突や、ハイキックなども許容される余地があると述べており、相撲雑誌では特に、頭を蹴ることが禁じ手として制定されていない点に、触れる記事もある。来年ため上門は、 あまりの強さゆえに、張り手、鉄砲、缶抜き、サバ折りを禁じ手にされていたという言い伝えが存在する。その他、朝日道さんは、自身の張り手の威力が強すぎるため、自ら、張り手を封印したこともある。なお、小学生、または、中学生のアマチュア相撲大会では危険防止のため、ソリで、かわずがけ、サバ折り、缶抜き及び極め出し極め倒しを禁じ技として、 制定している。また、アマチュアスモー全般では、選手本人の肩幅の外側から、相手の顔面を張ることを張り手と定義して、これを禁止している。格闘技はルールが多様化されているが、柔道、レスリング等の組技系の格闘技では、そのランドリ形式の試合においては、すべての打撃技が禁じられている。逆に打撃系格闘技では投げ、間接に、 締め技はほとんど禁止されている。金敵、目つぶし、噛みつきは、すべての格闘技に共通する禁じ手である。裏を返せば、禁じ手にされている攻撃はそれだけ相手に与える、ダメージも大きいとも言える。このため、故意に禁じ手を繰り出す選手もいる。頭突き、肘打ち、倒れた相手を蹴る行為は、一部の競技では有効で、あるが、禁じ手にされているケースが多い。 いくつかのゲームにはルールで定められた禁じ手が存在する。禁じ手を打った場合、即座に負けとなるのが一般的である。レンジではゲームの性質上先手が有利であるため、先手に束縛を加えることで公平に勝負できるようにしたものである。ハンディキャップの一種。禁種は黒の実に設定され、33、44、超レンが禁種となり、 自ら打っても、相手に打たされてもその時点で負けとなる。このため、白番に限って、黒に金手を打たせて勝つ戦法がある。ただし、黒が金手を打ち、白が黒の金手に気づかずに次の手を打った場合は、対局を続行させることができる。白はいずれも打つことができ、超連ができても勝ちになる。黒が533、54、45超連など5連と、 金手が一手で同時にできた場合は、黒の勝ちとなる。将棋では二歩や打ちぶずめ、行きどころのない駒の打ち込み、連続大手での千日手は、金手であり、公式ルールでは、このような手を指した時点で負けとなる。ただし、対局者が気づかずに対局が続いて決着が、ついてしまった場合は、その決着が優先する。以後においては自殺手や功をすぐ取り返すことは、禁じ手である。 スポーツやゲームのように明確な規則で禁じられたものだけでなく使うべきでないとされる手法についても禁じ手と呼ばれることがある。AB 大相撲ジャーナル2017年7月号 P72 から73禁じ手指折りか史上初のチンモノイ日刊スポーツ2020年7月20日閲覧参考日田一郎相撲の秘密 相撲2018年3月号、P29 から31、公益財団法人日本相撲連盟審判規定、禁じ手の意味封辞書、2014年9月16日、閲覧。ありがとうございます。